ってなったので、ぜひ皆様購入してくださったら嬉しいです。マサッチさん、ありがとうございます。これはにゃーん、明日から労働の方へ。もう本当にね、毎日偉い、お疲れ様です。本当にでもね、もう毎日ね、もうとりあえずね、24時間は絶対に進むので、とりあえず24時間だけ頑張るぞっていう気持ちでね、頑張ってください。そしたらね、いつか終わりを迎えます。ちょまんまさん、ありがとうございます。いやーね、本当に宿題全然やってないんですけど、今日はのんきにね過ごしていたら、ついにね9時になってしまいました。いや最近ね、またテナーを始めたいんですけど、本当にね、好きなアイドルさんはいっぱいいるんですけど、あ、サラさんありがとうございます。でもね、ずっと曲を聴いたりしているのはイコノイさんです。入場のスタンプ買ってありがとうございます。イコラブさんのくじもね、もう本当に楽しみです。マチドンさんありがとうございます。テナーサックス吹きですよ。ではもう多分もう吹けないかも。もう全然やってないです。テナーはね、水部です。楽器ね持ってないんですよ。いやでもなんか振り返ってみれば買えばよかったなと思うんですけど、でも高いから。でもね、めっちゃ好きなんですよ。もうね、カウントダウン TV ライブ、あ、てかちょっと正式名称が危ういんですけど、イコラブさんのいらないツインテールのね、キララさんの煽りが本当にすごくて感動。いやもう全部感動したんですけど、もちろん本当にね、もうとっても勉強になりました。あ、どっかにたまりで一年生か、そうね、えもうほんとにすいません、バミリーがね入りきれなくてね、ちょっと後ろで下がって踊っちゃいました。あ、お話し会もありがとうございました。皆様ね、ついに次のお話し会はリアルお話し会ですので、いや、あのお話し会前のね、あのオンラインお話し会もありがとうございます。2階から転げ落ちた大丈夫ですか。でも本当に現地でね聞いてみたかったです。リアルお話し会ね、ご報告いただいている方もね、ありがとうございます。オンラインありますよ、ぜひぜひ。ハギさんありがとうございます。ニアジョイの LINE スタンプがね発売されたので、10月文化祭なんですね。
で文化祭ねやったことないです。で、髪はね長いんですけど、今週1週間あの会った人全員に髪切ったって言われるんですよ。メンバーにも言われるし、あの友達とかにもね、髪切ったでしょとかね、ジョージ K さんありがとうございます言われるんですよ。ハートありがとうございます。三つ編み楽なんですよね。寝坊したんで大体三つ編みやればなんとか。はーい、ヘアアイロンとか使わなくていいですからね。パソコンの画面交写真、あ、君夢のですか。あれはあそこだけねレッスンしたことがあるんですよ。リアルお話し会何のかにが釣れて、なんかやってほしいのがあったら言ってください。あ、あとそうだ、聞きたいの忘れてた、10月21日にお話し会でハロウィンの仮装するんですけど、なんかやってほしいのがあったら言ってください。なんでその中からね仮装のやつ決めたいと思いますんで。なんか怖い系、びっくりびっくり派手な。ヤスさんありがとうございます。ヴァンパイアいいですね。いかにもハロウィンっぽいやつやりたいですよね。かぼちゃとか、かぼちゃで、かぼちゃってね、キョンシーいいね。ちょっとじゃあ考えていきたいと思います。名札を制作中、ありがとうございます、嬉しいです。はやぶささんありがとうございます。ありがとうございます。
次は絶対お話が行く、ね、ありがとうございます。でも本当にね、無理しなくて、来れる時に来ていただけたらね、その時いっぱいねお話ししたいです。名古屋ツアー行く、ありがとうございます。もう新幹線乗るの楽しみです。飛行機ね乗ったことありません。いやもう全然全然大丈夫ですよ。ほんと来たいと思った時にね、余裕がある時に来ていただけるので、全然私も名古屋にね行くの楽しみで、そう福岡にね2ヶ月どっちもね、いや私が勉強の秘訣教えてくれほしいぐらいですよ。この間ペンの持ち方を忘れてね、ほんと自分に落胆しました。ファーストコンサートでね、指原さんからいただいたね差し入れがね美味しすぎて、家族がねなんかすごいね美味しい美味しいとか言ってね、この間また個人的に買いに行きました。私もちくわっぱで楽しみです。もうね本当に大好きなアイドルさんがいっぱいいらっしゃって本当に緊張します。今日は私の T シャツコレクションの中で特にお気に入りの釣り針 T シャツです。あとは私はメンヘラではありません T シャツが好きです。この間ファーストコンの時になんか今パッて出せる T シャツが、その私はツンデレではありませんって書いてある T シャツしかなくて、いやちょっとこれで歩くのまずいぞと思ってやめました。釣りはしません、したこともありません。そうルアー T シャツね、これめっちゃ可愛いですよ。どこで買ったんですか？なんかね湧いて出てきました。いやちなみにこれは癖のある T シャツではないと思っています。全然普通の T シャツですよ。でも私はツンデレではありませんは絶対なんかちょっとね様子がおかしいです。なんか家族からもらえました。10月のライブも楽しみです。ありがとうございます。私も楽しみです。
なんか T シャツを作っているサイトみたいなのがあって、なんかオーケストラのこのなんか図面をなんかイラストにしたみたいな、前も言ったと思うんですけど、なんかその T シャツが欲しくて、そこのサイトにめっちゃ可愛いのいっぱいあって、そう目つけてる T シャツあるんですけど、そうですね、まあね、すごい夢の国に行きたくて、でもね、毎日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 ね、私のね、もう別にいいねとか押してるわけじゃないのに、私の X にはね全部はいディズニーランドディズニーランドディズニーランドって感じでね、今日はこのぐらい並んでますよみたいなね感じの映像が流れてきて、いいないいないいねっていう、ASMR です。そう、SNS でね、私をディズニーに連れてってくださる方がね行ってくださって嬉しいです。私を連れてって行かなくても、全然行ったよっていうね写真だけでも嬉しいので、ぜひ。何のアトラクションが一番好きですか？この間ね、シーに行った時にセントオブジアスに乗ったんですけど、あれって別にそんなにね叫ぶアトラクションじゃなくて、てかうわー、あれは何なんですか、あの昆虫みたいな、うわーと思って、そういうねアトラクションなので、全然ねなんかキャーキャーって叫ぶ内容じゃないんですけど、なんかよくわかんないけど、なんか叫びすぎちゃって、後ろにいたねカップルのね肩、あれって222で1個のなんかこういうやつに乗るんですけど、めっちゃね大爆笑されちゃって、途中から気まずくてね、そっちにだけね気を取られちゃったに、いつの間にか終わってました。はいね、海底2万マイルもね目開けたことはありません、本当に。ソアリ乗ったことありますよ。初めてね行った時に、1列目の真ん中が一番いいじゃないですか。そこに初めてだった、一発目がそれだったんですね。もう一番、もうあ数ある座席の中で一番いいとこで見ちゃったので、本当にね、いやでもどこの席で見てもいいんですけどね、うん、本当に海底2万マイルでね目開けたことはないですし、今こんな話をしていたら2万マイルのことを思い出して寒気がしてきました。なんか私っていろいろあるねこうコンテンツの中で、音楽がね一番ね結構ね感情揺さぶられるんですよ。映像とかもなんですけど、音楽がね一番ね、お大地さんありがとうございます。だからなんかオーケストラとか、なんかなんていうの、水分のコンクールとかも周り寝てるけど、なんか一人だけなんか泣いてたりとかなんか、だからなんかよく夜にやってるやつあるじゃないですか、なんていうの、ショーみたいな、ああいうのも聞こえてくるだけでなんか泣けちゃうんですよ。なんか壮大な音楽とかね、やった曲多分特殊すぎて多分すぐ分かっちゃうと思います。
水分の曲は、うーん、わあちょっと待って、題名が思い出せないんですけど、あの日本風のやつです。わあなんだっけ、あー思い出せません。なんかなんだっけ、いや結構ね、あの、いや違いますね、めっちゃ題名長かった記憶があります。うわーなんだっけ、あのさ、なんとか36期みたいになるじゃないですか、あれのなんか一番有名なあの絵画が、あやっさんありがとうございます。もうやっさん本当にね、お話し会でね、あんまりね本当にうまく話せなくてごめんなさい。ちょっといつものね感謝を伝えたいんですけど、あもうねいっぱい伝えようと思うとね、タワーもありがとうございます。またねお話しできる日をねちょっとぜひ教えてください。会えるの楽しみにしてますよ、いつもありがとうございます。嬉しい、かわいい、スタンプ買ってきてありがとうございます、嬉しい、また行きます、ありがとうございます、待ってますよ。そう、和田はですね、やっぱね和は世界を救ってるっていうことですね。そう、対面今週なんですよ、10月を待ってますよ。まだ9月か、スタンプかわいいね、ありがとうございます、素敵に作っていただきました。もう9月って毎日は確かに、コンタミュータミショーの見さし見ました、ありがとうございます、嬉しいです、これから見てくださると嬉しいです。10時までねやろうと思います。もうねビバン終わっちゃったんで、本当に見るドラマなくなっちゃったので、ぜひお願いします。来週です、だから頑張ってください、もう本当にね応援してますよ。でもね正直ねテストは出席してるだけで偉いのでね、それに加えて勉強なんかしちゃったらもっと偉いです。ちょっとルアー T シャツ欲しくなってきた本当ですかめっちゃ大きい、これでねよくねあのそのまま街歩いたりしてます。いやなんか私あんま切り抜きとか見ないんですけど、なんか偶然おすすめに流れてきたんで、なんかアリスがなんか寝落ちするみたいなこうね動画見ました。さっきまでね本当に赤ちゃんたちのね動画を見て本当に和んでまして、本当ねもう児童館とかね遊びに行きたいんですけど、まあ入れないんですけど、もう本当にもう道行くね赤ちゃんを見ると本当にねもうわーっていう、で赤ちゃん私の中での赤ちゃんね、まだ全然小学校4年生ぐらいまでね赤ちゃんなんですけど、まあでもね私がやっぱついつい開いちゃう赤ちゃんはやっぱ3歳児ぐらいとか2、3、1、2、3歳児
ちょっと結構歩けるようになって喋るとこらへんまでの赤ちゃんをねめっちゃね流れてくるんですよ。でまんまと再生してしまいます。はい、私からしてみればね小粒もまだ赤ちゃんなんですけど、やっぱ私はね赤ちゃんを下から見るのが好きなんですよ。こう下から見てこのボクワーンとねたくさんの愛が詰まっているお腹とたくさんのねこの栄養を蓄えたポッペ、これを下から見るとねすごい景色ですよ。なんかどっかの美術館でやってるなんか光となんか光のなんか美術展みたいなのありませんか。あれに行きたくて広告でね見て感動してね絶対行きたいなと思って。いいですよ。いやーね本当ね保育士さんもねすごい素敵なお仕事だなと思うんですけど、私なんか子供に懐かれないんですよね。そう国立新美術館ですね。いやなんかね私もね全然美術館巡りとかね全然しないんですけど、それはね広告で流れてきてわーすごいと思って。あーいいですよね赤ちゃんのね。ゆめさんありがとうございます。うわお誕生日おめでとうございます。嬉しいですよ。本日もお疲れ様ね。おめでとう。どうですか波を感じますか。ビクトルさんありがとうございます。ほにゃー萩さんありがとうございます。早くコラブさんの映画を見に行くのね楽しみにしてます。最近ね映画見れてないんですよ。さっきまで、ね、皆さんがね送ってくださったファンレターをね見てました。いや私はずっと眠いです。なんかね眠るなっていうね薬があるっていうことなのでねぜひ購入したいなと。眠るな食べるなっていうね薬
そうですね、映画はリコと行くことがあるかな。サメ、私ね海が怖いんですよ。はい、ヘアアレンジはね自分でしてますよ。なんかね海が怖いというか、なんか海の中になんかあるものがね怖いんですよ。なんか海の中になんかの建物が建てたりすると、そのそこの海の中に入ってる建物を見るのが怖かったりする。なんか人工物が海の中にあるとねびっくり。でも私高いとことか狭いとこはね全然平気なんですよ。あとは何だろう、あとはね家族以外と食べるのがねちっちゃい頃から緊張しちゃって、あの高校生なんでもうないんですけど、小学校の時は班にしてたんですよ。半にして食べると思うんですけど、でもね今コロナでね小学校それもねないみたい。最近なんか復活したらしいんですけど、でなんか半にした時もこう隣にいたり前に人がいて食べれないので、半がいる時は食べずに、おかわり取り行くじゃないですか。もうその時にグワーって書き込むっていうのを、ね、やってました。で家族以外とね食べると緊張しちゃうんですよ。でみんながおかわりから戻ってきたらもう食べない。あとうつむいてね食べるとか。ビクトリーさんありがとうございます。でもなんか家族ね全員ねそう言ってた、大人になったら治ったって言ってたので、なんかね遺伝なんでしょうかね。今ブルーロックってなんか埼玉が舞台なんですか？ブルーは漫画をね買うか買わないか迷ってたら、なんかめっちゃ進んじゃってどうしようっていう感じです。久保さんありがとうございます。なんか表紙に埼玉って書いてあったんですけど、明日5時半起き、私もね5時起きです。一緒に頑張りましょうね。主人公の学校が埼玉なんですか？そういう埼玉だったんですね、あれって。でもなんか映画やるんですかね。
え、サッカーね、全然ねルールは分からないんですけど、ブルーロックを見てるっていうだけです。なんでね、本当に球技がね本当にできないので、ぜひ、そう、サッカーで手を使っちゃダメなことは分かります。うん、あとはやっぱエゴイスト、オフサイド分からないです。配給ね、メンバーにねなんか好きな子がいるんですけど、配給もね気になってます。推しキャラは、うーん、でも私も最新は追ってないので全然、でも今んとこはなぎくんですかね。サッカーは何人だろう11人。おなかポンポンさんありがとうございます。あの本当球技系の質問ぜひね言ってください。何にも分かりませんので。野球8、違うんだ、9か。今ちょうどやってるはずなのになんでわかんないんだろう。はい、他にください。問題絶対解けないんで。バスケ、バスケ6。バレー6、これは自信あります。6人。サラさんありがとうございます。バレー6、やったー、よかったねーす。え、野球とサッカーとか全然わかんないですよ。サッカーのプロの試合時間は、90分とか。え、ソフトボールって野球と一緒の人数ではないんですか。マリオパーティーは4人、 PK 戦、はい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 、わかります。あの一人が、ゴールの前からキックするやつですよね。マリオカートは12。アディショナルタイム休憩ってことですか。やばい、コメント見つけちゃった。
ソフトボールと野球はボールが違うよ。あーなるほど。野球はなんか、はい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 、9回うん、時間はね多分ね詳しいので、なんかなんか私はねアウトが何か分からないです。なんかこういうのは何でしょうとかは本当に分からないです。自信のあるスポーツは 50m 走です。なんかソフトボールのねルールを聞いたら、母になんか鬼ごっこだよって言われました。なんかこうタッチされないように、こうなんかあの白いところの上をこうやってはい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 って走って、打ってた場所に戻ってくるっていうね。お腹ポンポンさん、ありがとうございます。あー逃げなきゃ逃げなきゃって言って、盗塁って何ですか。オフサイドわからないです。なんか二塁と三塁ってありますか。そこのね間で止まったんですよ。したらねめっちゃ校庭がシーンってなっちゃった。ホームランわからないです。ホームランっていうのは打ってガーン飛ばして飛んだ時、っていうことですね。どうやったらって、これがね分かんないんですよ。どうやったら点が入ってんのか分からなくて、その一番走ってる人がその打ってたところに帰ってきたら1点ってことですよね。うん、でもその一周の方法がちょっと難しくて、結構ね Google で調べたんですよ。でもねなんか専門用語が多くて、でまあ調べた結果ここまでは分かったんです。ですが、いざ「はい実践でどうぞ」って「はいじゃあ立ってください」って言われるとうまく立ち回れないんです。で一人のミスが全員のミスにつながっちゃうじゃないですか。それが本当に申し訳なくて、うん、だから本当に何個アウトで交代か分かる。アウトっていうのはどういうことですか。そのキャッチャーピッチャー、キャッチャーとピッチャーどっちですか。ピッチャーっていうのは投げる方ですよね。だからピッチャーさんがそのキャッチャーさんに渡したいってことですよね。
ピッチャーとキャッチャーを同じチームってことですよね。ピッチャーとバッターが同じチームですか。あ、ピッチャーとキャッチャー、ピッチャーはキャッチャーに渡したいんですよね。でそれを遮ってんのがバッター。すごいじゃんってことですよね。あー、でここだけが分かって、もうこれね、これ今分かった気に私なってますけど、これ当たり前の話なので、これができたかといって実践でっていうと、あ、全然ダメです。ここからは本題なのでこっからがね問題なんですけどうん、だからどうしようかねっていうね。知ってる子いるのかな、ちょっと聞いてみようかな。いや、聞いてみようかなっていうか、本当にできるようにしないとまずいんですけど。じゃ、バッター打ちました、打って走って打って走って、どこ行けばいいんですか、どこへ向かって走ればいいんだ。こうやってこう視界が広がってるじゃないですか、こう線が広がってて、こっち側に走ればいいんですよね。こっち、はい、打ちました、こっちですよね。はい、こっちに向かってその走って、でもね、その走る時と走んない時があるんですよ。うん、なんかとりあえず走ってっていう感じだと思うんで、あ、あ、打って走ったーと思ったら誰も走ってなくて私しか走ってない時とかあります。はやぶささんありがとうございます。ファール、ファウル、そのね見分け方も本当に皆さんよく見分けられますね、本当に。あ、ここのこの線の間に落ちたら走ればいいんですか。あすごい、ほんと皆さんほんとにすごいですよ。え、どこで勉強してたりしてる、結構図書館とかかな、あ、漫画とかアニメ。うわ、どんぶりまちょこさんありがとうございます。いらっしゃいますか、ありがとうございます。どんぶりまちょこさんありがとうございます。またお話できるの楽しみにしてますよ、ありがとうございます。かわいい、本当にありがとうございます。すごい可愛いですよ、そう、シルバーウィークのね。そう、私も、いやでも私もう人生で今一番ねスポーツについて勉強してんじゃないかってぐらいね、本当に Google の履歴欄が本当ソフトボールの話ばっか。あの、そう、なんかちっちゃい頃にやった方がいいのかなと思って、私みたいになんないように本当に小粒にも英才教育ってことで、なんかスポーツやらせたいなと思ってんですけど、なんかそのサッカーとかなんか野球とかなんかいろいろあるから、なんかどれにしようかなっていう。
うん、人生で一番、まあ本当にいつも何にも学んでいないので、本当ちょっとやったぐらいです。うん、確かに全然支払月謝とか支払うの私じゃないのにね。水泳もね、でもサッカーとかね、どうですかね。いやもう毎日ね YouTube とゲームばっかやってるから、なんか外で遊ばした方がいいんじゃないかなと思って、なんかこうね定期的に外にね行かせるね時間を作ろうかな、作った方がいいんじゃないかなっていう、ね、いやほんと私は心配なんですよ、もういつかね本当にね。ね、e スポーツもねいいと思うんですけど、そうなんかほんとねプロゲーマーになるとか言ってて大丈夫かな本当に。ゴルフね。そろそろランキングを増していただこうと思います。13位からいきます。カプリコンさんありがとうございます。12位大地さんありがとうございます。11位マサッチさんありがとうございます。10位ビクトルさんありがとうございます。9位超知見さんありがとうございます。8位の中ポンポンファットジェイさんありがとうございます。7位ハギさんありがとうございます。6位サラさんありがとうございます。5位ハヤブサさんありがとうございます。4位ノーンさんありがとうございます。3位クボさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。そして1位はどんぶりまんチョコさんありがとうございます。今呼びできなかった方もね見てくださって本当にありがとうございました。はい、もう皆様ね今後ともぜひとも私に球技のルールを教えご教授いただけたらと思います。ご教授いただけましたら幸いです。私に救いの手を差し伸べていただけたらよろしくお願いします。天の子の兄救いの手を差し伸べてください。そういえば3連休だったらしいです。皆様いかがでしたか。はい、もうぜひ いつか一緒にサッカーしたいってね、もうとんでもない未来がね私には見えているんですけれども、暑かったですね本当。皆様9月中旬にもなってね来ましたが、まだまだ暑いですのでね、ぜひともお体を気をつけて火曜日から明日も、まあ今週はね月曜も私はもうあと火水木金この4日だけをね息してれば耐えれば。そうですよね、大学の皆様は明日から大学ということもあるんじゃないでしょうか。皆様本当に気をつけて過ごしください。ではおいとまさせていただきたいと思います。本日もありがとうございました。では